福島駅に来ています。真ん中の乗り場から御嶽山のロープウェイに乗るんですけども、バスの往復のチケットとかはあそこで買えます。バスまでちょっとだけ時間があるので、中山道の福島宿というところをちらっとだけ街の雰囲気だけ見て帰ってこようかなと思います。駅から10分くらい歩いてきました。福島宿は中山道37番目の宿場で、木曽路の中間地点であり、江戸と京都のちょうど真ん中でもあり、関所が設けられていました。昭和2年の大火で多くの家が焼けてしまいましたが、大火から逃れた上野段地区を中心に古い町並みが残っています。信仰の山御嶽山に続く街道の分岐点で、交通の要であったことから江戸時代は大いににぎわっていました。ちなみにここから電車で20分ほどで、日本に現存する宿場町の中で最大規模を誇る奈良井宿があります。こちらはギュッと見どころがまとまっているようです。この辺で車で旅行される方は泊まってみるのもありかもしれないですね。江戸からある井戸だ。8時半を過ぎたらめっちゃ並んでます。2600円。今ここで580mを15分で登ります。すごい、すでに絶景じゃないですか。こっちが槍ヶ岳、多分あの辺がこの間行った車山で、7月に行った木曽駒とかがあっちの方に見えてる。この間ね、木曽駒に登った時に御嶽山が見えててね、すごいかっこいいなって思ったんですよ。で、YouTube のコメントに、明日明後日どこの山行こうかなと思ってた時に御嶽山って書いてたから来ちゃったふっかるでしょ。あちらで登山届けが出せます。涼しい。さあ頑張って登っていきましょう。今日のコースタイムは山頂までのピストン、一番短いコースで5時間半くらいなんですけども、もし余裕があったらないと思うんですけど、池の方までちょっとちらっと行こうかなと思います。でもね、登りが3時間ぐらいですぐときめいちゃう系ハイカーなんでね、多分ピストンで来ると思います。 1.7km で8合目、 3.9km しかない。すぐ帰ってこれる気がするね。今で標高も 2000m ちょいだと思うんですよね。高度順応ってどうなんでしょうね。しなくてもいいものですか。今のところね、ちょっとね、バス上がってくるときにふわってしてたんですよ。2500くらいでね、一回休憩しようかなと思ってるんですけど。今日はヒュッて営業中って書いてたので、どこかで寄り道するのもいいかもしれないですね。木のチップがすごい整備されてる。すごい歩きやすい。御嶽山は現在も活動中の火山です。御嶽山は活火山なので、今日はヘルメットを背負ってきました。渋いですね。行者小屋の裏から山道感が出てきました。山小屋で一泊されて下山されたっていう方とちょっとだけお話しさせていただきました。
こはヒュッテがたくさんあるそうです。あの山小屋もうなんか夜は星が綺麗だし、朝は雲の切れ間から見える朝日とか山里がすごい美しかったって。あと五の池ヒュッテがなんじゃこらっていうぐらいおしゃれだったっていう話をされてました。とここ一度登ってしまうとその奥にマリシテンとかもう一つ山があったりして、そっちの方にも行ってみたくなるという、ドキドキしてきたことだったので、ね、次は今日東京から日帰りだったので塩尻で全泊して朝来たんですけども、東京から朝出発して昼過ぎに登り始めて上で泊まるっていうのもありかもしれないなと思いました。ちょっと登ります。心臓がドキドキです。ずっと木道が続いていて、これが地味にきついです。地図を見てなんとなく等高線の感じで平坦なとこないかもしれないって思ってたんですけど、ずっとずっと登りです。きついの、あと20分くらいだよって声かけてもらいました。本当すれ違いのハイカーさんたちに、神様、この整備してくれてるのはいいんですけど、足が短いので誰かの歩幅で歩かなきゃいけないのがすごいきついですね。同じ傾斜でも多分これがなくて自分の歩幅で行けると全然楽だと思うんですよね。足長い人いいな。見て、なんか見えてきた。なんだっけ、入人小屋かな。ちょっと休憩しよう。なんかね、ちょっと標高高くなってきた感じがします。涼しいんですよ。今23度か、すごい風が涼しくてね、ちょっと空気薄くなってきたかも。敏感。ハートがヘタレだから敏感なんですよ。8号目女人堂、トイレ200円、ペットボトル500円、あ、チョコが入ってる。もうかすってんな。まあ、ここが2450くらい標高なので、ちょっとあの標準タイムより遅れ気味なんですけど、10分くらい休憩してから行きたいと思います。女人堂出発。階段いいですね。でもね、ずっと階段が見えてんの、こっちの方。風が涼しい。まだまだピークは見えません。心臓が破れないように、小股でゆっくりゆっくり登っています。ところどころにこういう仏像が立っているです。9号目、石室山荘まで 800m、 下りが 500m だから、あと半分以上は、ガスっちゃったね。今日は眺望はなしかな。すごいね、この階段がずっと続いてて、今日私には修行山です。ちょっとガスがかかってますけど、山頂は見えてなくて、でも晴れたらこれ見えてるみたいで、わ、すごいチカチカする。
高所独特の、あの、空気がキラキラしてますよ。ようやく、階段終わったのかな？ペース的には97とかなんですけど、ペースは上げない。心臓破れちゃうからね。ちょっと帰りね、多分筋肉いけると思うんで、ちょっとペース上げて帰ってこようかな。ねえねえ、もうさ、紅葉始まってるんだね。私と高い山ですれ違った時に挨拶しなくても、あ、頑張ってるなって思ってもらえたら嬉しいです。ちょっと心臓が。道も登ってる時譲るんですよね、立ち止まりたいからなんですけど、どうぞみたいな。見えてきた。小屋見える？ここ。頑張ろう。すごい幻想的。ここに小屋があるんだけど、ここがすごいキュート。多い。もうね、山頂までずっとこれなんだって。修行もいいところですよ。ちょっと道が岩っぽくなってきた。石村山荘、じゃじゃーん、通り越してあと50分ぐらいで山頂です。やばー、これ筋肉が終わってたら私多分ロープウェイ間に合わなかったですね。筋肉平気よ、まだ。これまだストックいけるかな。やっぱりね、あるとね、スピード感とかね、バランスとか違います。よいしょ、晴れてる。誰ですか？私に軽い気持ちで御嶽山を勧めたまま。でもね、登りが3時間くらいの高い山に登ろうとしてたんで、ちょうど行っちゃちょうどよかったんですけど、心臓がやばい。10号目階段、受験者の服を着た方がね、通り過ぎるんですよ。六根症状ですね。六根症状。あの、いちごがケーキ。和風です。上に神社があって、その階段が地味にきついそうです。山頂で食べろよってね。はい。あの、あれが二の池。で、剣ヶ峰。ここ曲がったっけか、2940m で、こちらが3016とかなんですよね。だから今日も私
の最高標高、あの富士山以来ですけど、になるんですけど、ちょっと心臓がドッキンドッキンする。すごいね、小股で歩いてます。もうちょっと、これぼ、あ、ごめんなさい、ぼ、防空壕ですね。ちょっと見てくださいよ、これ階段。やば。荷物デポしていっていいのかな、いいかな、しちゃうよ。晴れてきた。13時40ん30ん、いや、行っちゃい、すがした。お疲れさん。お疲れ様です。つかないかと思いました。はあ。ガスガスだけど。空は晴れてる。山頂町だ。御嶽山剣ヶ峰3067メートル。もうちょっと私は満喫したい気持ちでいっぱいなんですが、今からピストンして標準時間で休みなく行って16時11分に着くんですが、それだとバスに乗れないのでちょっと急いで帰りますよ。でもほんと下りは全然きつくないの、心臓が。ちょっと砂利道だからね、滑らないように気をつけないと。あんなに苦労して登った山が、下りはサクサクですよ。石が赤い。山頂付近はちょっと硫黄っぽい匂いがしました。結構ぐらつく石があるんですけど、こうやって OK マークをね書いてくれてるから、そういうとこ目指して歩いています。だいぶ戻ってきました。高い山は午後にガスが発生することが多いらしくって、なるべく高い山を登るときは午前中の方がもしかしたらいいかもしれないなと思います。階段が辛いよ、階段は下りも辛いんだよ。このまま行くと15時50分くらいに着けそうなので、いい感じ。もうちょっと巻いていきましょう。行者山荘なんか営業中、みんな休憩してます。いいな、私もゆっくりしたいな。もうね、ロープウェイあと10分くらいで着くので間に合うんですけど、なかなかでしたよ。誰かの歩幅で歩かなきゃいけないって、ちびっこにはなかなかきついんですよ。ほぼ8割型木道っぽい感じだったので、ちょっとね、こたえますね。あと10分。ロープウェイ山頂駅着きました。お疲
晴れ山ということで、タイム5時間35分、距離 7.3 キロ、上り1024メートルでした。靴洗えるところがあった。ロープウェイで20年選手のハイカーのお母様、多分同年代だと思うんですけど、お話しさせてもらって、いろんな山に登られて、今日は富山から車運転して、あの三ノ池の方とか回るとすごい面白かったよって教えてもらいました。いつかね、いつか泊まりで行きたいですね、泊まりで。はい、そんな感じで御嶽山は泊まりがおすすめ。ちびっこにはちょっとあの木道が厳しい。それからあれ、なんかもう一つあった。そんな感じで、木曽福島にバスで帰ります。